今節は七号機を引いています。まあ4輸出、四ユー二回の優勝という実績機なんですが、いかがでしょうか。まあ、今日に関しては、そこまで、全然手応えなかったですね。うん。何か気になる部分もありました。まあ、コンディションですね。はい。モーターの。に、全然、おってなかっただけです。ああ、なるほど。<laughs> あの、まあ、明日、時間があると思うんですけれども、どんなふうに調整を行っていきますか。うん まあ、とりあえず外回りの調整をしてで、まあ明日のコンディションにまた合わせていこうと思います 1>,、はい、1号艇で登場なんですが、えー、どの部分の船足重視されますか。いや全体に出てくれたらいいんですけど、うんはい、何かこうモーターのこう第一印象というのはそこまで、うんいやまあ、正月で石丸もそんなに大した動きしてなかったし。うん まあ、その前後は、なんか、良かったっていう話なんですけど。はい、まあ、探りながら、ちょっとやります。はい。もう整備も視野にですかね。うん、まあ、そうですね。はい。はい。近況リズムいかがでしょうか。まあ、ぼちぼちです。はい。えー、では、一号艇で登場となります。ファンの皆様、に意気込みを含めて、メッセージをお願いします。まあ、逃げれるように頑張ります。え今節は、四十四号機を引きました。全県の感触はいかがだったでしょうか。 えっと、まあ、ちょっと余裕があるのかなって思いました。どこの部分に。なんか、足合わせしても、ちょっと僕は良かったり、全体的に。はい。おお、いい手応えだったんですね。うん、ちょっとそこまでは、ちょっとあれですけど、まあ、僕はええのかなって思いましす。結構、プロペラは叩かれたんですか。いや、何もしないです。ノーハンまで。ノーハンまで良かったということは、これから、また、一橋選手が手を加えて。 うんいやもう壊すこともあるんでね、えー、はいまあ、じっくりといきますはいまずは初戦はちょっとノーハンまで行こうかなっていう考えですかねあぐらいの感じはありましたはい,はいじゃ本当にねいい手応えだったようですねはい,はい何かこう気になる部分はありましたでしょうかはちょっとお腰とかうん、うん、が気になる時あったんではいまあはい微調整するかもしれないですはい。<で>はい スタートなどはどうだったですか。そのお腰が不安ということでしたが、あまあどうですかね。バラバラやったんですけど、はい、修正したいですね。丸亀水面はどうでしょうか。お久しぶりですね。そうですね。えー、好きです。はい、はいえー。ではですね、最後にファンの皆様に意気込みを含めてメッセージをお願いいたします。はい、精一杯頑張ります。後、えー、節転にしたモーターなんですけれども、全県乗ってみた感触いかがでしょうか。はい、えー。数字はないんですけど、伸びが 割と良かったかなと思います。<ー>はい、それは特訓足合わせでですか。はい、足合わせ、まあ全県に関しては。少し伸びよりかなと思います、うん。はい。大切にされているターン周りはいかがだったでしょう。ターン周りは。うん、もうちょっと合わせたいなっていう感じです。はい。まあでも伸びがあるっていうことは結構伸びしろありそうですか。そうですね。まあこれがレースに。 出てくれたらいいなと思います。はい、じゃあ少しいい手応えも得られた感触ですかね。はいまあ。でも他の人がね。どれぐらいのレベルなのかわからないので、はい。はい、また明日しっかり乗りたいと思います。はい、明日に向けてはどんな挑戦になっていきますか？はいまあ、1日時間があるので、まあ、試運転してプロペラで行けるのか、本体とかも触らないといけないのか。っていうのをしっかり。 あの各妊娠いきたいと思います。今節、はい、はこう、まあ全体的に求めると思うんですけれども、特に大切にする船足の部分ってどこになりますか。そうですね、まあ最近塗り心地を求めすぎて、足がいまいちなので、まあ。うん、まあしっかりレース、いいレースができるような。船足、まあ船足ですね、やっぱり船足を求めていきたいです。はい。え三、ー、号艇で登場なんですが。 意気込みなどいかがでしょうか？はい、あのしっかりスタート決めないと何もないコースで難しいコースなので、しっかりスタートを集中していきたいと思います、はい、えー。では、最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、えー！筑前で地元での開催なので、しっかりドリーム戦からいいレース見せれるように心を込めて走ります。ご0援お願いします。えー、今節はモーター51号機を引きましたが、完食、はい、いかがだったでしょう。 うんまあ、エンジンの副勝率通りいい感じだと思います、はい、具体的にはどんなふうにまあ両方ともバランス取れてますねああ特徴はもうバランス型なんですかねじゃまあそうですねこれをまあなるべく出足型に持っていきたいなと思って、うん、今節はもう出足を重視してまあ伸びが伸びはね伸びる人がいれば考えますけど、うんはい、まあ丸亀なんで出足よりですかねはい、はいはい モータータがいいということはどちらにでも特徴つきそうですかどうですかね、まあとりあえず明日一日乗ってみて、はい、まあどの辺まで出せるかをちょっと判断したいですね。はい、ドリーム戦は4号艇で登場なんですが、はい、どちらの船し、意識するんでしょうかうーん、まあでも出足ですね、うんうん、伸びるったってね、ちかちゃんが壁になるでしょうし、<laughs> はい、仕掛けてもらおうかなと思います。ははい、はいじゃしっかり展開を見せてですね、はいはい 近況二節連続部位などもありまして調子が。まあそうですね、まあ前節三節連続目指してあかんかったんで正直。えー、まあ今節は気合い入ってますね、まあ前節の部分取り返してですね。はい、まあいいモーターを引いたということで楽しみではありますね。ねそうですね、はい、まあ第一関門突破です。はい、はい、えー、では最後に意気込みを含めてメッセージをお願いいたします。さ、はいえー、は絶対優勝できる方頑張りますんで、応援してください。石丸選手、今節引いたモーター手応えはいかがだったでしょうか。 パワーはあると思います。はい。どうしてそのように感じましたか。もう、まあ、してくれてる感じがあるんで。はい。はい、もう直線もターンもですかね。そうですね。はい。おじゃあ、いいモーター引いたと言えますか。いいと思います。はい。乗り心地なども大丈夫でした。まあ、プロペラ叩いて。はい、乗り心地はいいと思います。おでは、ドリーム戦に向けては、そこまで大きな調整をしなくてよさそうですか。そうですね。 まあ確認と色々はやっていきたいです。はい。まあ、ちょっと楽しみな。コメントですね。まあ、そうですね。いつも通りです。<laughs> はい、<laughs> 最近の調子はどうですか？うん、あんまりパッとしないですい。じゃあ悪いリズム払拭といきたいところですね。そうですねはい、はい、えー、5号艇で登場なんですけれども、5コースイメージいかがでしょう？嫌いではないです。はい、どんなレースイメージしてますか？ まあ思い切ってまくり、さしたいと思ってます。はい。そういった、そういうレースができそうなフランではありますね。そうですね。はい。スタートと、展開と、次第だと思いますけど。スタートはどうだったですか。うん、あんまり。思ったより届い時間で。はい。はい。いいんじゃないかと思います。あ,あとは間の修正だけですね。はい、はい。えー、では、ご号程で登場となります。ファンの皆様に意気込みを含めて、メッセージをお願いします。切感、はい、全力で頑張ります。 今節は三号機を引いています。はい。手応えいかがだったでしょうか。そうですね。あの、もらったまま乗って。まあ、あまりよくなさそうだったんで、はい、ちょっとプロペラ叩いて。まだしっかり叩けてないんですけど。はい。うん、戦える足はありそうかなと思います。でも、まだ全然プロペラも途中なんで。はい。 まだわからないですはい。その良くないっていうのは足合わせをして人との比較だったのかご自身での体幹の部分だったのかそうですね比較もそうなんですけど、はい、どっちかというと体幹の方があまり良くなかったです、うん、はい。はい、ターンしづらかったですかねそうですね、はい、はい。また明日も結構大幅な調整を行うんですかそうですね時間がありそうなので、はい、ちょっといろいろ試して一番良さそうな形を決めてそこでしっかり調整したいですはい。どんなふうな船橋をイメージして プロベで叩くんでしょうかうん。そうですね。やっぱり伸びは欲しいんですけど、まあ、とりあえずレースしやすいような調整したいです。はい。まずは回転をしっかりと合わせたいところでしょうか。はい、はいえー。スタートなどは特訓の方ではどうだったでしょう。そうですね。前傾。まあ、ちょっとしっかり合わせれなかったんですけど。はい、はい。あの丸亀の方は何回か走らせていただいてるんで。うん、はい。合わせたいと思います。はい、しっかり。お越しやいきやは大丈夫でした。 そこら辺はまあ問題なさそうです。はい。六、はいえー、号艇で登場となります。ファンの皆様に意気込みを含めてメッセージをお願いいたします。はい。あのー、今節キャー入ってます。セ、えーパーります。お召しください。